どうもポジティブニノティブクリエイティブニノアカデミアニノです。構えないでー。ということで今日はこのワードで分かった人は素晴らしい、ファミスクブレイクライン話していきたいと思います。捕まえないでー。どっちかって言えばハンターの方だね。本番よーい、捕まえないでー。ニノさんのアカデミア。はい、ということで、今日はね、ファンタスティックスのブレイクライン監督やらせていただいたんで、僕のね、このレビューで細かいところまでね、伝えて何回も何回も見ていただいて、楽曲の良さも PV の良さも分かっていただきたいなと思ってますので、話していきたいなと思います。コンセプトは何ですか？メインのコンセプトと裏コンセプトといろいろあるんだけど、放送中見たことあるでしょ。うちも娘がもう大好きなんだけども、正月になったら絶対正月番組だから放送中ばっか見てんだけど、放送中のやっぱタイアップ、今回映画化されるってことで、放送中に合うようなものっていうと、番組はさ、ちょっとやっぱドキドキするシーンもあれば、ちょっとエンターテインメント性もあったりとか、少しバラエティ的な笑えるところもあったりとか、いろいろあると思うんだけど、人に追いかけられて捕まる恐怖感とかいろいろ考えた時に、人って悲しみ、怒り、驚き、恐れ、嫌悪感とか、あと喜びとか、この6個のものが人間が持ってる感情かなと思ってて、ファンタスティックスって僕が思うアーティスト性って、もちろんダンスもできるし歌声もいいしビジュもかっこいいんだけど、それ以外にやっぱ他のアーティストよりかもっと特化してるもの何かっていうと、演技力というか感情をこうちゃんと表現することがすごいできる人たちが集まってるなと思ったんで、その人間がさっき言った感情の6個をうまく映像として、逃走中の恐怖感とかそういうものと照らし合わせながら映像化できたらいいなっていうところで作りたいっていうのが最初の描いたコンセプトというか、まあキービジュアルっていうところで今回作ったかなっていう感じかな。撮影で大変だったこと、まあ、裏話とかあれば。大変だったこと、でも意外と今回大変じゃなかったかも。なんか大変でも、そう大変そうに見えるでしょ。でもね、いつもが大変すぎるんじゃないけど、もちろんすっごい大変だったけど、大変じゃなかったかもって言葉に出しちゃった一個が、ファンタスティックスのファンの皆さんが違うって思っちゃったら本当に申し訳ないこと言っちゃうんだけど、僕自身が今回描きたかったところが、今までのファンタスティックスの PV の中でも意外と見たことがないファンタが出てんじゃないのって僕思って、僕が過去ファンタスティックスやらせていただいたのって3曲か。3つともどっちかといえばファンタのその時の良さっていうのが、色味がパキッとカラフルですよとか、そういう世界観でのファンタっていうものがすごく良かったから、その当時はねそういう企画を立てたんだけど、それから時間を経てどんどん男の魅力が出てきた今のファンタを見た時に、今までのファンタスティックスがやってないようなそれぞれのキャラクターが出るところを全面的に出したいと思ったから今回描いたし、今回絶対やりきってくれると思った。そしたらその大変じゃないっていう理由が、一個一個のシーンがいつもの半分の時間で撮っていけたかな。撮影ワンシーンごとに多くても2回同じシーン撮るぐらいで、それ以外はほぼ一発 OK でどんどん進んでいけたかな。その理由もやりたいことをこういうシーンはこうなんだよって説明したら、本人もスッとすぐ受け入れてくれて、どん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 すごいスムーズに進んだから、そう考えるとあんま大変じゃなかったかな。撮影って生ものじゃん。アーティストも生ものだし、作る側もこっちも生ものだし、スタジオじゃなくてロケだったらその日によって天候も変わるから生ものの集まりなわけじゃん。でも全てが合致したから、俺の中では全部ほんと OK 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 って進んでって、見どころがいっぱい満載だなと思うんだよね。やっぱそれぞれの良さ色々出せてるのさ。話ちょっとずれてるかもしれないけど、このミュージックビデオいろんなところにキーワードが色々隠されてる、まあ、要は気づく人は気づくとか、最初に言ったコンセプトと違う裏テーマでいくと、逃走中イコールちょっとゲーム感覚、見た人もちょっとゲーム感覚になってほしくて、ニノ的に面白みのゲーム感覚の要素を盛り込んでみちゃおうかなと思って、このミュージックビデオにはあることが隠されてる。ヒントも何も俺は言わないけど、俺は逆に見つけてもらって楽しんでいただければなと思います。好きなシーン、好きなシーン、これ逆にコメント欄で欲しいな。もし見てるファンタスティックスのファンの方は僕このシーン好きだって欲しいけど、いや結構見どころいっぱいあるんだよな。ちなみにだけど、好きなシーンっていうか、どうせ CG でしょって思ってる人たちいると思うんですけど、スイッチをしてダーンって爆発してる炎があるでしょ。本当にやってますか？あれ CG じゃないですか。最後のダッシュして後ろにバーンってなってると思うんだけど、あれも本当の爆発やってるんで、なんでなかなかの爆風来たけどね、もう熱っみたいな。アナログでやってるからこそあの迫力が出てると思うよ。じゃあね、久しぶりにね、ニノさんクイズいきますか。今回のミュージックビデオで大きな爆発は2回あると思います。窓からドンドンって出るとき、もう1個がミュージックビデオのラストに後ろでボカーンという爆発。この爆発を起こす特攻の名前は
何でしょうか。シンキングタイム。答え、ドカーンってもうすごい10メーター吹き出る爆発をチリマルコって言います。現場だとマルコって言ってるから、マルコ発射まで何秒前みたいな、3、2、1、マルコーって言うとバーンってスイッチでドーン。特攻の小林さんっていう方が自分でオリジナルで作ったやつなんです。名付けもコバさん、名付けもコバさん、調べても出てこない、出てこないと。コバさんがあって自己満でチリマルコつけただけだあとはね、ファンタスティックスのメンバーと撮影したのが僕結構意外と久しぶりで、メンバーの本物感がすげえ増してたのが結構やっぱ感動したな。まあ一個言うと、例えば大輝とかも泣くシーンがあるんですよ。で、めちゃめちゃいい泣くシーンが撮れて、次のシーン行きますって機材をバラし始めた時に、大輝君から本当にごめんなさいっつって、もう移動し始めてる時に言うことじゃないけど、もっと感情込めた泣きが僕できると思うから、もう一回だけやらせてください、いいじゃんやろうよっつって、いつも以上にスムーズに進んだし、交番も全然押してないから、だったらいい涙流したね。役者としても本物だなと思った。大輝さん、はい、のメンバーの、うん、それぞれ見どころあります。全員喋っちゃう？誰から聞きたい？じゃあ沢本夏樹さん。沢夏もそうだけど、一緒に組んだのケイトと一緒に組んだでしょ。彼らのちょっとクスッと笑える話だけどかっこよかったし、爆破するシーンとかもかっこいいし、ガラスバーンって割って出てくるとかもかっこいいと思うの。なんだけど結構良かったのが、一番最初の登場するシーンって多分階段上と階段下だったと思うんだよね。徹底的には僕が本人に伝えたのは、最初は合流してないんですよ。沢夏は逃げてきて、ハンターからこう見ないかっつってやって、ケイトはケイトで下でずっと怯えて怖がってた。でもちょうど沢夏が降りてきた時に、仲間の存在、おーって音に気づいて、よかった仲間と出会ったっていうシーンなんだけど、ずっと恐怖が勝っちゃったケイトは、あーなんなんだよってことでドラム缶をバーンってこう蹴って、自分の感情がコントロールしづらくなってきた。それに対して沢夏がバッつって降りて、落ち着けよっていう、落ち着けっていう沢夏の仲間を思う気持ちで、ケイトもハッと我に返って、すまんっつって逃出しちゃったっていうところに、またハンターが来てバッと逃げ出すっていう、僕的なストーリーの指示を言った。本番用意スタートっつって、最初サンナツがやって、はぁケイトも震えて、そこでサンナツが降りてきた音に気づいたケイトが仲間を見つけて、二人がってなったところで、ケイトがバーン蹴って、おいどうしたんだよ落ち着けよってバーンってサンナツが降りてきて、落ち着けよってやるところまでは最初のこのストーリー通りだった。なんだけど、いや二人もともお芝居に入り込んでくれたから、落ち着けよっつって、そこでごめんってなるはずのケイトも、あーってなって、二人があー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 いやそれじゃないんだよって。なんだけど絵がすげえ良かったな、こっちの方がかっこいいなと思って、なんか結果あの本人たちのアドリブでやった、それで OK ってやった、あれ結構面白かったけどね。大輝さんとレイヤさんチーム、まあ、大輝はね、もうさっきの涙のやっぱシーンはぜひ見てもらいたいシーンなんだけど、レイヤ君はね、今回ねシーンじゃないから見せれないから申し訳ないんだけど、僕のレイヤ君のイメージが変わったのよ。その理由が何かって言ったら、すっごいこういい感じでかっこよく世界観を作って、自分の中でこう入り込んでくれて、ガッとーっつって、いいねオッケーって言った時、ニコーって笑うのよ。可愛いのよそれが。本当っすかーめちゃめちゃ嬉しそうな顔してくれんの。そんな嬉しそうな顔されたらこっちももうニコニコしちゃうよ。それが結構今回イメージ変わった、すごく感謝する存在だったから。世界さんと堀夏さんチーム、この二人もそう嬉しいこと言ってくれたのよ。最初さ、世界くんが階段の外のところに座ってて、堀夏が穴から出てきてこうやって周りを見て、おーって気づいてっていうシーンから始まるんだけど、そこってよりかその後の二人がババババってへこんでるプールの中に降りてきて、指示がブブンってこう伝わって、ミッションとしてね踊り出してパワーが溜まってくるっていうシーンなんだけど、このシーン撮った瞬間にババババって向こうからこっちに来てくれて、なんかミスったのかなと思って、どうしたって言ったら、めちゃめちゃかっこいいっすね、これやばいっすねつって、わざわざその感情を言いに来てくれた。もちろん毎回ありがとうございますとかもうすごく俺は言ってくれるけど、わざわざワンカット目から向こうからわー来て、相当気に入ってくれてた。だからこっちもやっぱ気持ちよくなっちゃうよね。本当にいいなんつって、デートのもんなんつってやってました。八木さんとソータさんチーム、飛ぶ前の恐怖の下を見て怯える顔からのバーンと飛ぶシーンがやっぱ一番見せ所だと思うけど、でも個人的な好きなところを言うと、まず八木くんは車の中でハンドルをバン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 って叩くところがね、あれ好きなんだよ、かっこいいよね、わーって叫んでるところ。ソータくんはね、最後ですよ、戦闘機っていうなーってみんなに気合入れしてダーンって走り出すっていう最初の気合入れ、あれはかっこいいよね、ぶち上がったもんね、
見てるかもこっちも。まあ、最後の走るカットは今回に限らずこういうシーン撮るとき特攻でいわゆる火とか爆破を使うときってみんな緊張すんのよ。その理由が事故につながらないようにっていう緊張感もあるんだけど、一発やったらもう一テイクいきましょうっていうまでに次のセッティングするのにやっぱ30分40分ものによっては1時間とかかかっちゃうから、絶対失敗できないっていう状況での一発勝負でやるからやっぱ結構緊張するよね。そんな中でやっぱ蒼太君にはいい意味でプレッシャーかけて、もう一発勝負だからね、笑いながらねみんなで頑張りますみたいな感じで楽しくやったけど、でもこれ本当一発 OK だったし最高でした。もうそれぞれのメンバーいいとこいっぱい盛りだくさんなミュージックビデオができたんじゃないかなと、いいのは大満足しております。はい、ということでね、この回で終わっていきたいなと思うんですけれども、レビュー動画の時はもうバンバンコメントいただければ、ちょっとね忙しい時は返すのが遅くなっちゃうんですけれども、返せる時はコメントとかね返していきたいなと思っておりますので、小宮さんが言うように私もこのシーン、僕もこのシーン好きでしたとかあったらね、じゃんじゃんコメントいただければなと思います。そしていいねボタン忘れないようにしてください。すごくやる気につながりますんで、今もすでに何本撮影終わってて溜まってるから、どんどん日々新しいミュージックビデオ企画考えて撮影して編集して納品してってますので、楽しみしてください。次週復習予習忘れずに次回も探してくれることを願っておりますと、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。